どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、今回もですかね、スライスにお悩みの方に向けて動画を撮っていきたいと思います。本当にスライスに悩んでる方が多くて、結局ボールに対してクラブの入れ方が分かってない方だったり、そもそも入れ方が分からない方が多いので、この動画撮ろうと思ったんですけど、しっかりとクラブの動きだったりを大げさにやるとスライスが本当に治りますので、一個一個丁寧にやっていただければと思います。早速ちょっと動画撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まず調子が悪いスライスが出てしまう方の練習方法は、これ9番アイアン、何番でもいいんですけど、これ9番アイアンです。今普通にアドレスを取ります、いつものアドレスで。その時にボールの位置っていうのは、ヘッドが自分の真ん中に合わせてください。クラブヘッドが、でそうすると真ん中よりボール1個左に置くと思うので、その位置で構えていただいて、でヘッドをこうやってめくらないで、こうやって引いてください。右肘をこうやって引いていいです、バックスイング、こうやって。で引いたものを前に出してください、こうやって。そうするとあってドローがかかるんですね。右に出ていいんですよ。インサイドアウトに振ってるんで右に出ていいんです。とにかく極端にやってくださいっていうのがポイントです。もう一回いきますよ。フック出ましたね。これすごくポイントで、結局スライスが出る方って右に行くのが嫌だっていうことが頭の中に大きくあるので、こうやって引くんですよ、左に。そうするとスライス出ますよね、うん、だから右を嫌がって引けば引くほどスライスが出るってことを打つ前に分かってください。あ、じゃあ右に出した方がいいんだ、余計。そう、ヘッドを、そうの時に必ずフェースはまっすぐです。もちろんこういうこと、こういうこと。今インサイドアウトにこうやって振ってるじゃないですか。インサイドアウトにフェースをまっすぐではなく、ターゲットにフェースをまっすぐインサイドアウトに振る、こういうことですよね。こうではなくて、フェースの向きはターゲットでインサイドアウト。もう一回打ちます。外に外に出そうとするとこういう回転がかかるんですよ、ボールに。こういう回転が、だからボールが左に曲がる。これ出せば出すほど曲がります。こうやって、これがドリルとしてやってください。まっすぐ構えてるのにインサイドアウトに打つのがやりづらい方いらっしゃいます。その時には一旦まっすぐ構えて普通のアドレスを取ります。そしたら左スパイクをこの向きのまま5センチ出してください。で右スパイクをこの向きのまま5センチ引いてください。でこういうクローズスタンスが出来上がりますよね。クローズスタンスが出来上がったら、スタンス方向にこうやって打ってあげる。そうするとインサイドアウトが打ちやすい。要は右のスペースが広いんで引きやすいんですよ。でこっから左サイドの壁が出てるんで、こう振れないんで外に出す、出しやすくなるんで、こうやって、そうするとボールっていうのはフック回転、ドロー回転がかかるんで、まあ、左に曲がりやすいですよっていう感覚をつかむんですよ。右にクラブを出してもスライスしないんだっていう感覚がわからないとスライスは治らないんです。でこの感覚をぜひその練習でお試ししていただければと思うんですよね。それでも右手はいたの、そのスタンスとって。あるフェースがインサイドアウトの軌道通りにまっすぐこうやって使ったら右行く、こうやって。あ、余計ね。そう、もう映んない。俺が言ってるのはこうやって構えるでしょ、うん、でこうやってやるじゃん、うん、したらこのフェースの向きのまま、うん、こうやって振ってくださいって言ってるじゃない、うん、それをこの軌道に
まっすぐフェースを向けてこうやって使う、はいはいはい、したら軌道とフェースが一致してるんだったらこうやって構えて打ってるのと一緒じゃん。あ、それでまっすぐ打ってるのと一緒ってこと、ね、そう、これで、ま、向こう行ってるだけだから、そうだ、それだと意味ない。だから必ず自分が打つ方向にフェースを向かせることがもう大前提。まあ、まっすぐでもクローズスタンスでもいいんで、インサイドアウト、これもインサイドアウトも極端でいいですよ。もう本当に引いて出す、普通こっちに振るじゃんクラブって、うんうん、じゃなくて前から後ろに、後ろ前でこうクラブを動かす感じ、こうやって、そうするとフックボールが出る。あれで今まで悩んでた球の逆の球を打ってくださいって、そうするとイメージがガラッと変わる。でも怖いんだよね。わかります。怖いんで右が嫌だって、相当右を嫌ってる方って右に触れない、要はアウトに触れない、うん、右出ちゃうんじゃないかと思うから、だから思うからこうやってヘッドを出せないから余計にこうやってスライスする、ね、もうこんなのフォローで右のひらを、手のひらを下向けてあげる、こうやって、はいはいはい、こうやって、これぐらい、そうするとフックボールが出ますから、フックボールが出たら調整に入ります。まずは逆の球を打たないと始まらないですね。でそれをやるのも自分のスイングを捨てられなかったら治りません。治らない方は自分のスイングを捨てられない、それがもうすごくよくわかります、見てて。あー、思い切れないんだなっていうのは、練習だし今までうまくいってないんだから思い切ってください、じゃないと変われないので。それを思い切れない理由って何なの？やっぱりあのそれ以上悪くしたくないから。あー、なるほどね、うん、ぶっ壊れる寸前で来る方が多いし、うん、自分のメンタル的にもそう思ってる方が多いから、うん、完全にぶっ壊れたくないんだよね。ぶっ壊れてるからだってまっすぐ行かないんでしょ。まっすぐ行かないんだったらぶっ壊れてるんだから。1球ぐらい試せないのかね。試せない一球も、うん、試せない。その一球でも全部ダメになっちゃうみたいな感じがすんだ、うん、もうこれ以上ないっていうぐらい思いっきりやってくださいっていう言葉で俺が発してもやらないから。そんななんだ、うん、こうやって開いてこうやって閉じて、うん、もう空振りでもいいですよって俺はセリフをつけるわけ、うん、でも当てようとする、うん、空振らないと。だから変な話、フェースターンさしてこうやってボールをこっち側を通過する、うんうん、こうやって、うん、これやってくださいって言っても、あ、打っちゃうんだ。打っちゃうんだ。そう。なんでって言って。そう、だからそういうことがある。だから大げさにやることが大事。うん、すっごく大げさに。だからリストターンも本当にもうこんなのやったら絶対にダメだよって言われるぐらいやった方がいい。めちゃくちゃやるからね。通常が足りてないから。一球めちゃくちゃリストターン強く入れて打っていい。うん、軽い道場。あんまり曲がんなかった、思ったより今、うん、こうやってやったの。そんなもんだ。そんなに曲がんないんだね。曲がんない曲がんない、ただそれをできない、思い切れない人って、うん、リストターンをやったら、うん、こうなるって思ってる人ができない。いやいや、そうだね、うん、なると思ってた、うん、まさに絵に描いたような、うん、そう、うん、そう、なんない、なんない。あれはあれは違うこと入れてんの。あれは左サイド引いて上から来させて、うん、左肘を引いて、うん、こうやってやらないとならない。だからこうやってやってんだよね、うん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 、だから左に行くんだったら右に出玉を出してあげないと左に曲がってこないから、だからそれを思い切りやったり、うん、だとにかくこういう軌道を作った方がいいね、うん、こうやって、うんうん、引いて出す、引いて出すの時に引いてねじって出す、はいはい、こうやって、うん、この動き、うん、こうやって、そうするとドローするでしょ、うん、とにかくフェースが開いてるっていうことを認識しないといけないんだよね。だからそれを閉じてあげること。でもなかなか閉じないですよってことを分かってください。だからめちゃくちゃ閉じないと閉じれないので、その辺は注意が必要ですよ。大げさに気をつけてやっていただいた方がいいですけど。それどんぐらいやるの、その練習は、ドリルは。え、俺今でもやる。あ、そうなんだ。やる。要はフェースターンが甘くなるからね。あ、今でもやる。やる、全然やる、全然やる。だからあの変な話、150のグリーンあるでしょ、うん、あそこをピッチングで打とうか。ピッチングね、うん、ピッチングで
フェースターン強くあそこまで届かせるように打つの、うん、届いたね、うん、届いたでしょ、うん、そうだからピッチングで通常であそこは届かないから、はい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 、でフェースターンでこうやって立たせながらドローに入れて届かせるように練習をする、これがドリル、俺のね、うんうん、あれがリストターンが、あ、飛来入ってるよっていう合図、あれ入ってなかったら飛ばない、へー、そう、ああいう風に自分のドリルっていうかバロメーターとして何をやるかっていうことがすごい大事、うん、あれがないと俺はゴルフができないから、うん、絶対に必要なこと、そうなんだ、プロがやってるんだったらなんか信憑性あるわあれはもう絶対やったら、でもごめんなさいね、申し訳ないですけど YouTube ではやっぱりリストターンするなとか手首使うなって言うんで、まあその度合いが入れてほしいところまでなかなかいけない方が多いんですよ、入れます、めっちゃ入れます、でトーナメント出るようになったら入れないでくださいってなってくるんですよ、それをだから平気で YouTube で言うんでみんな右に悩むんですよ、あ、じゃあトーナメント出るまでは使えばいいのね、うん、そう、全然使って全然使って全然使って、まあ、トーナメントでも入れてる人が多いですけどそうなので入れるもん、女子なんてほぼ入れてるんじゃない、腕力ないから、そっか、うん、飛ばないからね、やっぱり、うん、多少はやっぱ入れていきますよ、うん、ただその入れるタイミングが遅いんですよね、半分に切って右側でも入れてあげるんですよ、こうやってこうやって、で入れ終わった時に当たるんですよ、ジャストのところで入れようなんて思っておりませんかねそんなタイミング無理です、手前で入れ終わるぐらいの感じなんだ、そう、入れ終わって当たるじゃないとまっすぐならないんで、だからよくアプローチで俺見せるんだけど、インパクト後にこうやって返すの、うん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 、でも本当にこっち向いちゃう、反対向いちゃうぐらい返して、うん、左行きませんよねってデモを見せるわけよ、うんうん、本当だっていう、ちょっとそれ見してよ、50のグリディ、うん、本当だ本当だね、フェイスも下以上もうすぐ上向きそうでしょそうだね、うん、本当だね、ね、うん、アプローチであれチーピンだからそんぐらいしかいかないので、でもアプローチでもあんな方行くと思っちゃう考えが出るとやっぱ使えない、うん、アプローチで50ヤードぐらい打ってあれぐらい曲げられたら大したもんだよ、へー、全然曲がんないから、そうなんだ、うん、あれめっちゃ曲がってる方だから、あ、そう、ドライバーだとあの辺行ってる感じだから、はい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 、うん、それぐらい50ヤードって曲がる前に着弾するでしょ、うん、そうだね、そうだから曲げられないで、スピン量も足んないし滞空時間ないから、あ、そうだから曲げてあげんのよすんごく大丈夫なんだ、大丈夫、それぐらい使ってください、必ずボールをフェースでこうやって包んであげる、こうやってこうじゃない、うん、こうでこうじゃないって言ってるけどこうやりたくはないんですよね皆さんね、別にね、なっちゃうんですよね、だからこうしてあげるんですよ、こうやって入れてあげる、そのイメージで必ず打ってください、うん、でこっちから入れようとすると対角線を見つけてこうやって入れるのに、うん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 、じゃあこっちインサイドからこう、だからインサイドからだから余計にこうやって閉じてあげないと間に合いませんよ、左行くイメージの人って全部こうだ、こっちから、うんうんうん、それは行くよね、そうで、こっからこうやったらもう余計左じゃん、そうだね、そう、こっちからね、3時より上だ、あ、絶対4時から10時、4時から10時にフェースターンのドリルをやってください、スライスに悩んでる方1ヶ月後びっくりしますよ、飛距離伸びる、飛ぶ、一緒だね、ドローンがかかる、で球が上がる、潰さなくなるんで、それぜひやってみてください、今回はスライス解決しましたっていうことですぜひ練習でねやってみていただければと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします、最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。